もうじき落ちてまいりますわ。早くまいりましょう。すぐに焼き場に運んで、骨になった時には変わりなかったんです。普通の白い骨。それが壺に収めて家に持って帰って、ひょいと蓋開けてみると、赤かった。ほんのりと薄い桜の花びらみたいな色が骨の内側からにじみ出していて。僕が殺したと思ってんだろう。しかし半分は君が殺したようなもんだ。何してるんだろう。花火を見ているのですわ。おい、真っ青な顔してどうしたんだい。うちは留守なんです。